来てくれています。まずは大型ビジョンをご覧ください。恋をしたのは携帯を持たない人なんだ。会いたいできますか。またお互いに会いたい気持ちがあれば会いますよ。なのに彼女は突然姿を消した。ではご登場いただきましょう。大きな口でお迎えください。女優の春さんです。どうぞ。ようこそ北の大地へお越しくださいました。よろしくお願いします。改めて皆さん、春さんです。よろしくお願いします。お願いします。春さんといえば北海道は映画の撮影でもね来られたことがあるということですけれども、いつぶりですか。最後に来たのは3年前です。あ、3年前ですかね。まあ3年ぶりということなんですけども、北海道でのなんか思い出なんていうのもありますかね。映画の撮影で1ヶ月ぐらい滞在してたんですけど、はい、この撮休のために美味しいものを食べるぞっていう気合で頑張っていました。いや、やっぱりね、北海道美味しいものたくさんありますもんね、うん、で今ここグラウンドに立っているのは今年開業したばかりのエスコンフィールド北海道です。ここからの景色どう感じてますか。すごいですね。いや、かっこいいですよね、うん、エスコンフィールド。いや、すごい、皆さん伝わってきております。でもね、たくさんの皆さん撮ってらっしゃいますけれどもね、まあ、そして先ほど皆さんにご覧いただいたんですけれども、はい、こちらのご出演をされている映画がアナログ10月の6日に公開ということなんですけれども、どんなお話なのか教えてもらえますか。二宮さん演じるシャトルと私が演じる携帯を持たない謎めいた女性みゆきとの、純愛映画です。いや、ちょっとね、予告見ただけでもブルッときちゃいそうな感じがね、ありがとうございますしますけれども、ぜひ皆さんもこちらご注目ください。ハルさんがヒロインを務めます。映画アナログは10月の6日公開となります。どうですか皆さん、これ見に行くよって方手を挙げてください。おお、どうですか。すごい、ま、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ10月6日、皆さんね、手帳にグリグリしておいてくださいね。さて、それでは今日はこれから実はハルさんにはファーストピッチにトライしていただくということで、皆さんプレイ期待ですね。はい、ではご準備よろしくお願いします。はい、お願いします。ハルさんなんですけれども、この始球式とファーストピッチというのは実は2度目の挑戦ということで、前回はなんと14年前、ハルさんがまだ18歳の時に西武ドームで始球式に登板して以来ということになります。さあ、どんな投球なんでしょうか。ではハルさん、ご準備いいですか。 OK ですね。ではお願いします。おお、奈良選手もいい笑顔、ありがとうございました。奈良選手にも大きな拍手を送ってください。いやー、ハルさん、お疲れ様でした。ファーストピッチいかがでしたか。もう心臓が飛び出しちゃうかと思って、もう心臓が飛んでっちゃうんじゃないかボールじゃなくて羽を飛んでっちゃうんじゃないかという。いや、でもしっかりね、ナイスピッチでした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後に球場にお越しの皆さんに向けて一言メッセージをお願いします。はい、皆さん試合楽しんでいてください。短い時間でしたが、
共有できてとっても嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。本日のスペシャルゲスト、女優のハルさんでした。改めて大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。いや、素晴らしいね、投球見せていただきましたけれども、さあ、この後なんですけれども、試合が開始、そして今日は皆さんもご存知の通り、試合終了。